4000。4050だったから。そうですね、4050ですね。まあ、もう増えなくていいですかね。こんなもんですよね。うん、ちょっとこちらぐらいでいいですか。これぐらいで出しておいていただければ。ごめんね、こう見してください。ね、口も全然匂わないもんね、今、はい、やっぱり栄養状態ね、うん、こんな家もないですよね、うん、そう、あとです、この歯肉ね、あの歯茎のところですよね、このこと、そ、両方ですよね、なかなかそこまで歯ブラシが届かなくて、届かないんだよね。咳がついてんていうね。まあでも匂わんってことは咳がついててもいいんですよ。あ、そうですか。うん、心音はまあいいと、はい、吸音がやっぱ聞こえる、ね、ちょっとね、それがちょっと、それでは、はい、じゃあちょっとまた治療してきますね、はい、で今回は2週間分出しますんで、はい、ただまああんまり調子悪かったら途中で相談してくださいね、はい、ちょっと先に背中に向いて、そういえばさ、ウェットブラシってあるじゃないですか。ウェットブラシ、はい、女の人がな、私はよく知らないけど女の人がこうブラシするんだけど、なんかウェットブラシってあるらしいんです。あ、そうなんですか。それでそれのね、これ携帯を旅行に持ってくようなちっちゃいやつ、触ってみてください。それいいですね。これペット用じゃないですよね。人間用、人間用、人間の。本当だ、ウェットブラシって書いてある、はい、あのそれはアマゾンで買ったんですけど。そうなんですか。薬味でも強くし、それ以降で大人普通のやつだともっと大きいと思うんですけど、あ、旅行用だからちっちゃいんですね。それね、いいですよ。私あのいつも櫛、ね、コームで、そう、コームと、それからこれと両方使ってもらうと、はい、もしよかったら購入しちゃってください。はい、ここではちょっと売ってないんでちょっとセミナーでね、ちょっと聞いててね、これいいですよとかいう話が出てて、はい、じゃあお願いします。で実際使ってみるととてもいい。よく取れるんですか。いや、取れはしないんだけど、皮膚を刺激してさ、この悪いところが刺激になるんですね。そう、マッサージ効果があるんですよ。そうなんですね。そう、ここでも抗生注射するでしょ。はいはいはい、血流を良くすると。あ、だからこの子なんかにはとてもいいから。そうですね、アマゾンですね。うん、楽天でもあるかもしれませんけど、はい、じゃあこれどこまでですか。ですね、200だから、4のちょっと上だったから200ですね、はい、あ、そうですね、写真撮ってもらっていいですね。忘れるといけないんで、はい、最近みんなにおすすめしてるんですけどでも公務は公務でもちろんあった方がいいですよ、はいはい、あのやっぱり毛玉とか取れないから、これでは。そうですね、うん、ただ動物も気持ちがいいみたいね、これでやるよりもこっちでやった方が、うん、
ただ実を言うとね、セミナーではこれ2、3000円とかって言ってたんですけどね。そんな高いんですか。いやでもね、アマゾンで買ったら1000円ぐらいでした。1000円前後ちょっと汗が止まらない。高いなと思っていたんですけども、この子に限らずミニがそうなんだけど、奥の奥の外側なんですよね。なかなかやりにくい、やりにくい、やりにくいところなんですけど、はい、出血らしいんでね、はい、鼻裏ちょっとだけやられる。週間半だからね。よし、じゃあちょっと足裏と。そうです、ステロイドの量だけ。え？2週間でいくと7回分です。5ミリの1の4分の3。ステロイドが 1.43 です、今ね。はいはい。で、1.25 に減りますか。1.25、はい。ちょっとだけ下がります。毎週きついけど伸びますね。この2週間だけど相当伸びてますね。きっと。すぐ伸びる ね。毎週切ってますよね。そうです。毎週あのやっていただいてるんですけど。爪はそうまでもないけど。爪はそうまでもない。うん、毛がすごいんだよね、この子ね。で爪なんてもうさすがにそんなに。ああ、どうした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 。いや、どうしたどうした。ちょっとやって、ちょっとやって、ちょっとやって。よし。珍しい。よし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 。ごめんね。よしよしよし。痛くない？
ゃあ今度反対側お願いします。全身もしちょっと走ってそうですね、はい、オッケー。じゃあ吸入、あ、これ私の話、あ、そう、それやったね。もしもし、あ、すみません。それでですね、そうそう、CRP がね、最後見たときが 1.6 だったんだけど、そう、今日ちょっと見たんですよ、3.5。別に何も変わったことないですよね、うちで。特別ですよね、うん。だからね、もう今日、じゃ朝からちょっと初演時自体私、打たずにこの数字を待ってたんだけど、ちょっと高いから、ちょっとステロイドの消炎鎮痛剤やめます。で、ステロイドを打ちます。時間も打ちました。ごめんなさい。それでちょっと気を付けながら治療していきますね。で、肝臓もちょっと細かめにチェックはしていきます。そんで、あと、お年末であれですけど、もし可能だったらまた近いうちに一時帰宅してください。はい、また教えてください。はい。はい、じゃあそこで、はい、お願いします。で、これも CBC じゃないや、テイクアウトの検査というか、うん、ないよ、これ言っちゃったらいいけど、うわ、終わっちゃうわ。今日何日だっけ、20、住山さんだったよな、さっきの。UPC の結果って、あ、UPC の結果、来てます、来てます。
0.13、はい、ということは前回言ってたっけね、0.2 以下が正常、あ、前回 0.24 だった、あ、下がってる、下がってますね、 0.24、 前がいつか10月30、まあだからですね、こちらに関しては今回です、はい、でこれ 0.4 って書いてあるけど、もっと言うと 0.2 です、ギリギリ、そうギリギリです、前回でも使ってます、前回で使ってます、はい、また機会があったら、はい、またそんなにさ、明らかな正常な子って 0.0 だからさ、偽名の数字ではいるんで、ただ、総おしっこ取れんもんね、この子、あの、2、3ヶ月に1回ぐらいここでたまりちゃう、たまたました時に調べてんのもね、だから、はい、たまたまもししたら、また調べてさせてもらいます、はい、またお願いじゃあ、まあ、はい、まあこういう時はしょうがないんでね、はい、これでいいですね、はい、こうアトピカでお願いいたしますじゃあ10分ほどね、はい、時間ください、はい。